こんにちは、サンロードの花園です。本日はお知らせがございます。2020年7月1日からですね、経済産業省の省令に基づきましてレジ袋を有料とさせていただきます。それに伴いまして、ただいまマイバッグやエコバッグをご利用のお客様に発行いたしております。こちらの買い物袋スタンプカードの発行ですけども、4月30日をもちまして終了とさせていただきます。まだこちらの買い物袋スタンプカードへのスタンプの押印はですね、5月31日までとさせていただきます。またこちらの買い物袋スタンプカードですね、スタンプがいっぱいになりますとご利用いただけておりましたけども、こちらのご利用期間をですね、2020年6月30日までとさせていただきます。ただしですね、6月1日から6月30日までのこの期間中はですね、スタンプがいっぱいじゃなくてもですね、スタンプの数に応じましてご利用いただけます。詳しいことはですね、係員までお尋ねいただければと思います。ということで、2020年7月1日からレジ袋有料とさせていただきます。それに伴いまして、買い物袋スタンプカードのサービスをですね、2020年6月30日をもちまして終了とさせていただきますので、何卒ご了承いただければと思います。またこちらのスタンプカードの引き換え特典ですけども、6月30日までとなっておりますので、ぜひですね、忘れずに6月30日までにこちらの特典ご利用いただければと思います。2020年7月1日からはですね、レジ袋有料とさせていただきますので、ぜひですね、マイバッグやエコバッグお持ちになられましてお買い物していただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もっとしとしコメントをしていただければと思います。それではだんだんなー。